世界は人命に関わるレベルの水不足危機の地域とそうでない地域に二分されています。国連のデータによると、人類は大規模な水危機が迫っていることを認識する必要があります。これは空気からの水、最も乾燥した地域の空気からでさえ水を抽出する方法があるという事実にもかかわらずです。霧からの水、砂漠に位置する世界最大の首都の一つであるリマでは、霧が巨大な網に集められ飲料水を生産するために使用されます。またモロッコには最大規模の施設があり、霧から1日あたり最大6000リットルの飲料水を生産しています。運用コストは実質ゼロであり、外部エネルギーを必要としません。空気からの水、空気からの水生成器は1日あたり最大3000リットルの飲料水を抽出でき、最大100万リットルまで抽出可能です。これは固定仕様はもちろんのこと、移動も可能です。乾燥した砂漠やあらゆる気候、あらゆるエネルギー源でも作動することが大きなメリットです。それらは複数の国で実際に軍隊で使用され、緊急事態時で機能性を立証しました。例えば2010年ハイチでの地震直後に、飲料水、そして傷口の洗浄および外科手術のために数千ガロンのきれいな水を生成しました。あなたは本当にこのような技術がある社会で水不足による喉の渇きで死ぬことに納得し同意できますか？増水装置、世界中で約1万6000の淡水プラントが海水を塩から浄化し淡水に変えています。この装置は1日に数百万ガロンの淡水を生産し、3億人を養うことが可能です。革新的な開発により、すでに海水淡水プラントは環境に優しく、海洋波力でも稼働し海に害を与えないようになっています。田畑の灌漑に必要な水に含まれるミネラルを保持し、残った塩水からミネラルを抽出することもできるのです。海岸に位置する国々の何百万人もの人々が増水装置という技術の存在下で喉の渇きで死ぬとすれば、明らかに残酷で非人道的行為です。まさにこれが私たちが住む消費型社会の本質です。水の再処理、この技術は多くのテストに合格し、飲用にも安全であり、その品質は世界保健機関の基準にも適合しています。しかしこの技術をよそに、2分ごとに1人の子供が汚染された水に関連する病気で亡くなっています。なぜなら、世界の20億人が糞便を含む水質源を飲み水に使用しているためです。2025年までに世界人口の半数の地域では水不足になり、このままではたった3年で2人に1人になります。ではあなたは喉の渇きで死ぬか、糞尿の水を飲むか、どちらを選ぶのですか？それが消費型社会での選択です。しかし残念ながら3年もありません。なぜなら、気候変動により地球上の状況は日々刻々と変化しています。そしてトラブルは誰も予想していなかったところにやってくる。今日の人類社会は、すべての人に水を与えることができる技術を持っています。しかし消費型社会では、人々を殺すために何兆ドルも費やされるが、命を救うことには費やされることはありません。この残酷で行き詰まった不条理な消費型形式は、
私たちの無為無策によって支えているのです。消費型形式の存続は一部の者たちだけの収益を意味し、形式を変更しない限りこれらの問題が解決されることはありません。人命の救済は利益にはならないからです。唯一の出口は形式の変更です。あなたの命、あなたの愛する人、そして地球上のすべての人々の命を救うために、あなたが今できる最も重要なことはクリエイティブな社会についての情報提供に参加することです。社会の在り方を変えるだけで人生の価値を優先することができるからです。私たちはあらゆる場所に高度な技術を導入し、全ての人の生命の保護を保障します。行動を起こしてください。人々にクリエイティブな社会について知らせてください。